今回購入紹介するのは7月5日にね、今年の2023年の、うん、ふーたの20周年の誕生日に行った際に購入してきたものをちょっと紹介しますってね。そのものを紹介してもよかったんだけど、まず袋ね。こんな袋できますっていうね。千葉市動物公園でこれ書いてある。うん、で、いろんないる動物なの、うん、が描かれてます。じゃあちょっと開けていきます。で、今回紹介するのは、ちょっと青をかぶれちゃったけど、うん、機械でね、ちょっとふーたくんの缶バッジ。缶バッジです。ね、で、これで全種類だったのかどうかわかんないけど、うん、とにかく、チンパ的に見て、その場にあったのは、なんか、これだけだったような気がする。うん、種類がね、うん。っていうので、買ってきて、なんか森のお店屋さん。お店屋さんっていうところで購入したんだけど。うん、っていう、ふーたくんの缶バッジです。じゃあ見せていきます。これが青。結局の20周年の記念のやつとかに、ね、20周年アニバーサリーって書いてあります。で、青のふーたくんね。うん、青のふーたくんです。青のふーたくんです。で、赤なのかな赤だね。うん。赤のふーたくんです。赤のふーたくん。です。で、ピンクのフータくんです。ピンクのフータくんです。で、黄色いフータくんです。黄色がなんか一番しっくりくるじゃない？見やすい、ね。見やすいね。うん、で、なん、ん？黒？黒かな、うん、黒のフータくんです。シックな。そう。男らしい、うん。で、白のフータくんです。白のフータくんです。で、最後が緑のフータくんです。まあ、緑もいいよね。草原みたいな。うん、ふーたくんがいるって感じ、うん、ちょうどいいかなっていう缶バッジ。で、この缶バッジ、この缶バッジはこれだけなのかな、ちょっとわかんないけど、缶バッジはなんか結構なんか売り切れとかなんとか言われてたような気がする。あ、缶バッジなんか言ってたんじゃない、なんか、まあ、また聞きなんだけど、うん、なんかお店の人のに違う人たちが問い合わせてたような気がする。違うお店では違う缶バッジが売ってました。そうそうそう、だからそう、どの缶バッジかわかんない、うん、でもなんかやっぱりなんか買いやすいかな、缶バッジって。うん、だから人気だったのかもしれないね。っていう感じで今回は森のお店で購入したふーたくんの缶バッジ。そう、200円。安いよね、だから。うん。缶バッジだから。うん。うん。ってやつです。じゃあ以上です。